どうもこんばんは。楽しんでいただけましたか。もう見終わった後ですもんね。ちょうど見終わった後ですね。はい、さあどっちが面白いか試される瞬間なのかななんて思ってますね。ちょっと緊張してますね。そうですね。こんな近いと思いませんでした。はい、私名古屋で活動させていただいておりますドラッグクイーンのアンジェリカと申します。よろしくお願いします。なんか初めて見たぞみたいな人います？これアンジェリカさんのことですよね。そうです。あ、はい、あこの場合はこちらと言います。でもちらほらとね、なんかこんな活動してるんです。よろしくお願いいたしますね。どうも。早速なんですけども、このシャイニーシュリンプス世界の羽ばたけ、見ていただいた感想をお願いします。これ私前作も見てるんですよ、はい、で前作もこちらでトークイベントさせてもらったんですけど、前回の方が水球感ありましたよね。わかります。私も見たんですけど。ですよね。かっこいいなって思いましたよね。いやいや水球チームじゃないですかこの人たち。そう、ちょっとそれは思いました、ね、思いましたやっぱり、はい、そうだから、まあ監督がそこをはしょってでもこう練り込みたい何かがちょっと今回メッセージ性がちょっと強かったなと思ったの で、 そうです、ね、前作より、はい、前回はやっぱりこういったチームがあるんだよっていうところから始まったかなと思うので、はい、そうですね。やっぱり水球のシーンだけじゃない、それ以上のそうですねありましたよね。第一作の方も見られました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もちろん前作見てなくても楽しめましたよね、はい、そうですね。また別のこう視点からこう作られた映画なのかなっていう、うん、なんかちょっと思いが強くなってるような感じがしましたね、はい、一作よりも一作の方がもうなんかこうなんていうのかな、まあ相変わらず今回もおバカはおバカだったんですけど彼らは愉快でした。そうですね、はい、そういう感じもあったんですけど、今回の方がちょっとなんか道徳感が強かったような気もして、なんかまあそういった面でもこう強弱があって、まあ、私は好きだったかなと。そうですね、前回より好きでしたね私多分。私もそうかもしれない。そうです。でも 前回も褒めましょう。前回も良かったですね。やっぱり水球のシーンが迫力があってかっこよかったですね。そうですね、うん、やっぱり皆さん鍛えてらっしゃるし、見るのも、ね、あそういうとこ見るんですねちゃんと。少しは見ました。良かった良かった、ね、人ですねちゃんと。みんな人です、はい、私も見てましたそこはねちゃんと、はい、で今テーマにもあったんですけど、はい、パワーアップしてましたよねいろんな面で。そうですね、こう映像なんかこういろんな国に行ってるわけではないんだけど、この乗り継ぎに失敗したっていうあたりや感情の起伏が見てるこっちもちょっと前回よりも激しかったんで、なんだろうなこういい意味でこうドッとしましたね私なんか、うん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 、パワーアップっていうんでしょうねこういうのきっと、うん、確かに、うん、なんかメッセージ性も今回強かったんですけども、はい、ジャパンのプレミアでも監督もおっしゃってましたけど、うんうん、やっぱりメッセージ性は強いんだけども、はい、さらっと笑って見てもらいたいっていうふうにお話しされてたと思うので、うんうんはい、やっぱり笑いの部分は今回もあったかなって思いますね。そうですね、なんかその用意されたミッションがうまくこうこなすことができないあたりが私もどかしくも面白くもあったんですけど、うんうん、捕まっちゃうじゃないですか施設に、はい、で捕まった時に手助けをしてくれるクラブで働いていたパンセクシャルの女の子がわざわざ手回しをしてくれたのに、うんこう潜入させたやつをなんかやっちゃったでしょ。そこでダメにしちゃうみたいな。そう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 、だから本当に私この映画私部屋で一人で見たんですよこれ。配給会社さんから当然こういうトークイベントがあるので先に見といてくれって、まあ、もちろん最初に皆さん見ると思うんですけど、部屋の中でバカって本当に言いましたからね。いやわかります。そういやこっからどうなるの、じゃあこのキーワードみたいな人が一番こうなんかいろいろやって外まで出してくれる人を気絶させて上等しちゃうのよみたいな、自らこうピンチに誘い込んでるじゃんって思いましたよね。そうなんです、そうなんです。なんか一人でハラハラして一人で安心してましたけど私でも生死をさまよう撮影になると思うから分かんないんですけど、まあでもシーンも良かったですね。なんかまさか想像はしてなかったんですけど、エピソードでまたちょっとこう絆がまたまあ、元に戻ったというか、まあ、もともとねまだその誰でしたっけ、新しいセリームセリームかな、
セリームがこう自分の性自認がまだできていなくって自分自身にこう否定的だったわけじゃないですか、うん、でもそこでトモを助けるっていうアクションでなんとなくこう一つになったっていう瞬間が垣間見れて、はい、なんか良かったのかなっていう、まあもともと第一作目もそうだったんですけどこう友情がテーマだったんで、はい、そこも踏まえては見てたんですけどそこに足されてこうハラハラとドキドキが今回すごく多かったと思うんで確かに警察に捉えられた時と あと芸狩りをしてる人たちに捉えられた時も結構ハラハラしました、うんうんうん、ハラハラしましたし、はい、私、まあ、今日いろんな方がいると思うんですけど多分ね同じ気持ちでいる人たちが過半数だと思うんですけど芸狩りって実は日本でも昔あったんですよ今最近見ないですけどもともとそういうのもあって、ね、ございましたよね昔はねいろんなことがありましたやっぱりそういうのもあったんですけど日本は暗黙の了解みたいなところがあって割と偏見にはこうまだ弱い地域なのかなってこう世界を見ていると例えば宗教上の中にこう同性愛がダメだなんてことは一切含まれてませんし日本の宗教にはでも海外にもあるじゃないですかでそこを踏まえてだと思うんですけど作品の中でゲイ狩りをしようとした人たちのことを善人な市民っていう表記をされていたシーンがあったと思うんですね、はい、警察署で彼らを引き渡してくれって友人がいた時に善良な市民たちのおかげで取り押さえることができましたっていう表現を見た時にあこれはもうアメリカとか日本とか、まあ、例えばどこの国行ってもそうなんですけど寛容と言われてる国ってどこにもないんだなっていう実感さえ今回ちょっとしてそういった面でちょっと道徳感を感じたかなっていう前作にはなかったんですよそういう LGBT とは何ゲイって何レズビアンって何みたいなところはシーンの中では出てくるんですけど何がダメで何が良くないかっていうそういう割とコアな部分が今回すごく出てたようなあと説明だったり見る人たちが理解できるようなこう映像だったような気がするというかなんか親切になってましたね前より説明がうまくできてたように思いますだって1時間53分の中にあれだけのことを詰め込めるってすごいなと思いましたね、うんはい、私もあまり友達で LGBT の方とかいらっしゃらないんですけど、はい、あはい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 分かんないなって思ったところですかさずこれはこういうことだよって伝えてくれたので、うんはい、すごく分かりやすかったなありがたいそうですよね実は LGBT にプラスしてシーンって AA とか LGBTQ プラスとかすごくアルファベットがいっぱい並ぶじゃないですかあれって実は私も完全に把握してるわけじゃないんですよそれぐらいいろんな人種が今多くて例えばパンセクシャルの女の子私は男も女も大丈夫なんだよっていうシーンに対してパンセクシャルって何って言ったら何でもよって言ったシーンがあってバイセクシャルと何が違うんだよっていうシーンでシーンが切り替わったと思うんですけどあれって上手な説明方がまだできない時代の中にいるんですね我々もそうなのでそのバイセクシャルとパンセクシャルの違いっていうものも圧倒的にそれはそれでまたマイノリティの世界になってくるので私たちが言葉で説明してこの人はこうであの人はああだよっていうことが今まだできないっていうのがすごく生々しく感じました私あのシーンでそうなんですうん、今ならではの表現の仕方だったんです ね、 そうなんですよ、はい、そういう面でもやっぱり前作とはパワーアップしてるというわけですねそうですねちゃんと勉強の時間もあっておバカななんかちょっと授業もあって休憩時間もあったみたいな、うん、なんか学校のこう一日を通したそういう授業のような感じで見られましたね私は、うん、文化はいといえば日本のカルチャーっていうのも、うん、たくさんこの映画の中にはあったかなと思って出てきましたね何が印象的でしたかいやこれはですね私、ま、拘束されて何かをするシーンあったじゃないですかあれ笑いましたけどね私通常なんですけど、まあ、私はドラッグクイーンでホモセクシャルゲイなんですけど男性とそういうことをするときってあんな格好する人大体いないんですよカツラかぶってセンス広げて100歩譲って縛る人はいますね縛る人はいてもあんななんかなんていうの襦袢みたいなものを着てあれは本当に日本を意識しての衣装、ね、そうでしょうねそういうシーンだったと思うんですけどああいう人はいません
基本的にははい、まあ、面白シーンとしてこうデフォルメされてたと思うんですけど、あれ割と大好物なシーンですね、個人的には大好物なシーンでした、はい、そうなんです。あれもあの世界で配信されますからね。そうですよね、日本人のイメージ大丈夫ですかね着物も合ってますけどね。そうですね、はい、うん、まあまあまあ、他にもあのブリアナ・ギガンテさんが今回初めて出てらっしゃる。私お会いしたことないんですよ、ギガンテさん。知ってる方いらっしゃいますこの中で、ね、あ、知ってます、さっき私のこと知ってますかって言ったより手上がってましたそう、で有名な方なんですよ。あのお化粧してない時とかはポールダンサーされてて、オープニングでね披露されてましたけど、はい、一部でしたけど、あのすごいんですよあの人、うん、体も大きいんですけどぐるぐる回るくらいの。あ、私お友達出てたんですよ、フランス在住の、何年か前、もう5年6年ぐらい経つと思うんですけど、声楽歌を学びにパリに渡ったあの日本人の子がいるんですけど、その子が声楽を学びにパリに行ったはずなのになぜかドラッグクイーンになってしまっていて、あのその子がねマダムワサビっていう名前の子なんですけど、後半のプールの前でこう選手たちが歌ってたシーンあるじゃないですか、あの観客の中で金髪のウィッグかぶって一緒に歌ってた人覚えてらっしゃいます皆さん。あれねマダムワサビって言いますはい、あの一応情報として、はい、もう一度見ることがあれば一時停止とかしてみてください。あれがマダムワサビです。いやなんか本当に一瞬だったんですけど、はい、存在感が、あ、気づきましたやっぱり、はい、あ、私はお友達とかではないんですけど、あのパッて見て、あ、綺麗だなって思いました純粋に。そう、なんかあの日本のシーンだったんで、あ、こうアジア圏の方々がいっぱい並んでる中でのこうドラァグクイーンで金髪でパッと映ったんで、あれと思って、で私実は まあなんか46なんですよ私で、なんか1週間前とかに映画見ちゃったりするとあの記憶がすぐ飛んじゃうのでちょっと近日見たんですね、なるべくこうだから皆さんと同じタイミングで見ました、むしろあの今朝です見たの私そうなんですよ実は、ね、あんまり皆さんと本当に変わらない。そうなんです、これ言わないでおこうかなと思ったんですけど、ごめんなさい、今朝見ました私。で今朝見て、そうなんです、そうなんです。でツイッターで、ね、あんた出てなかったって送ったら、あら気づいてくれてありがとうございますって言って、11月ぐらいに来るらしいんでね、なんかどっかのイベントでなんかもしかしたら映画関連かもしれないし、なんかわかんないんですけど来るっぽいですよ、見かけたらよろしくお伝えくださいマダムワサビさん、マダムワサビって言います、はい、なんかあのフランスでも日本らしいって分かりやすそうな名前ですね。そうでしょうね、多分ね、そこ意識してた、別に醤油でもよかったんでしょうねきっと味噌でもまあそうですね、わさびが一番、わさびが多分しっくりきたんでしょうね、まあ、日本でのお友達でしたか。日本では実は会ったことがなくて、でなんかあの SNS であのクラブハウスって時流行ってたのがあるんですけど、それで知り合ったんですよ。なんか私が開いてるそのページに急に入ってきて、あのフランス在住のドラッグクイーンで日本人でマダムワサビって言いますって言って急に入ってきました。へえ、はい、SNS でつながったんですよ、はい、やっぱりそう LGBT の方とかっていうの SNS でつながったりすることが多いですか。そうですね、日本に限らないですね、そこを踏まえると。でもそれは LGBT とかっていうことでみんなそうですよね今は本当に。そうですね、でも LGBT っていうのは特にあのまあ、いわゆるこう村なんですね、いわゆる一つの。だから例えばこう普通の会社の方があのお酒を飲みに行くっていうそれだけでもゲイの人たちの方がマイノリティと言われている中でもどこに行っても遊び場があるっていう部分では我々 LGBTQ の方がこうなんか探し当ててたどり着くんですね、なぜかね。こうもちろん調べるんですけど、そういった面でこうつながっていくっていうのは私たちの特技でもあり特色でもあるんじゃないかなと思いますね、はい、今回はあの、まあ、特別なあの異国の厳しい場所だったんですけど、そうですね、はい、ああやってちょっと事件というか危ないこともあるんだよっていうのも少しメッセージ性としてはあったのかなっていう気がして、なんかそうですね、今の時代だからこの
表現の仕方、うん、そういう危ないかもよっていうのがちょっと込められたのかなと少し思いました。そうですね。だからそのこう日本なんてこう平和じゃないですか。何時になっても地下鉄乗っても基本大丈夫だし、こう都会の中を歩くのも基本大丈夫だったりもするけど、アメリカとか行っちゃったりすると、この時間からこの時間まで地下鉄乗らない方がいいよとか、このエリア入らない方がいいとかってあるじゃないですか。その辺とかのこうメッセージ性もあったように思いますね、うん、その地域のこうルールを知るっていう部分ではすごく大事なメッセージもこう練り込まれてたように思います。確かに、うん、でも本当にやっぱり日本っていうカルチャーというか、はい、日本的な表現というかが多かったのは日本人としては嬉しいなって思います。そうですね。だから今回東京を目指すっていうテーマだったんで、どんなことになるのかなと思って見てたんですけど、ちょっとヒヤヒヤしましたね。あと私もこう学んだことも多かったです。あの NG とされてるっていうイメージはあったし、情報としてはあったんですけど、あ、監禁までされて、あと30年ぐらい前アメリカでそのゲイフォビア、いわゆるゲイの人たちのことを苦手とする団体や、あと50数年前のニューヨークで起きたストーンウォール事件っていう有名な事件もあるんですけど、あの時なんかでもこうゲイは病気だっていう扱いをされていたっていうのがもう50年も前なんですよ。そこから変わってない国がまだあるんだなっていう勉強にもなりましたね。半世紀ですもんね。いやそうですよ、まだやってんだそんなことみたいな、知らない中にもういろんなやついますよっていうね、そういうこともなんか教えてくれたんじゃないかなと思います。それは本当にびっくりしました。まだあんな施設があるんだなっていうのは。電気流してましたよ、だって。いや怖いですよね、ちょっと。いやだからその女性と男性のシーンだけは穏やかに見せて、同性同士のシーンだけ嫌悪感を抱くようにこう刷り込ませるっていう、こう食療法みたいなシーンありましたよね。ああいうものが本当に今存在するのかどうか、そのある時代のことをデフォルメしてやったのか、今もあるのかどうかわかんないんですけど、そういう事実があったっていうことだけでもちょっと怖いなと思いましたね。そうです、うん、日本でもまあ昔あったっていう話だったので、そうですね、うん、まあ、ひと事じゃないなと。そうですね、今お話を伺って思います。はい、まあでもまあ、ある意味私はこうゲイはゲイなんですけど、こういう格好してね外歩いてればね、それは白い目で見られたり指さされることもあるんですけど、まあでも結局好き好んでやって、もう自分が楽しければいいとか、まあとにかくなるべく人様に迷惑かからないようにしなきゃいけない。あのシーンでもありましたけど、街の中でキスしたからこう拘束されたっていうシーンがあったわけじゃないですか。日本はキスならいいですけど、やっぱり公共の場でよろしくないことはよろしくないわけじゃないですか。それって男女であっても、そうだから、そういう部分でゲイだから逮捕したのかって言った時に、いや違うよって、外でキスをしてかったから捕まえたんだっていう表現をされてたと思うんですけど、だからなんかこうダメであることはダメっていうルールの浅い深いっていうものをちょっと感じました。うん、だって白川公園とか行ったらカップルよくキスしてますよ。まあそうですね、池田公園でもやってますし、久屋大通りでもよくやってますよ、うん、芝生の上に転がって2、3歳児が目の前走ってます、その前も。それでも OK なわけですからね、日本は。でもああいうのはちょっとやっぱ悲しいなとは思います。そうですね、だから愛情の表現も制限ですよね、うん、まあ、だからルールはある程度必要だと思うんですけど、まあ過剰なことはどの国もダメなんだなっていうのはまあ間違いないのかなと、うん。他に何か印象に残った場面などありましたか？他に印象に、いや今回もいろんなシーンでパンチがかってたので、特にって言われちゃうと分かんないんですけど、うん、あのまあ私はさっきも言っちゃったんですけど、あの湖にこうあの上から拘束された人たちがあのこう高いところから見てたわけじゃないですか。でその時に、まあ、同じように最初はじっと見てたんだけど、あの教えをしている女性の方が、あの人たちはあの神に歯向かったせいで罰を今与えられてますって笑いながらバーって言ってる最中ぐらいにもう駆け抜けていって、もうすごい助けに行ったじゃないですか。あの時は結構ちょっと鳥肌立ちましたけどね、私は。ちょっとグッときましたね。グッときましたね。だからこう性自認の難しさみたいなアピールもあったんですけど、最後でみんなバスの中でこうやって手を組んでこうなんか俺たちチャイニーシュリンプスだぜみたいな、こうイエーイっていう時もあえて手は伸ばさなかったんですよね、彼は。そこの中にも入ってなかったんで、やっぱりそこで丸く収まったっていうよりかは、やっぱり彼の中でのこう性自認みたいなものがまだ続いていったのかなというふうには感じましたけどね。ビッケブランカさん、
あのエンディング曲が、はい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 、あの愛知県出身なんですよね、はい、あの歌私も聴きましたちゃんとはい、なんかあのこう映画を見られてから作られたということで、うん、なんかこう孤独にというか自分に問いかける自分をこう変えて、あ、まあ、チェンジスっていう曲もそうなんですけど、自分に問いかけてこう自分への応援歌みたいなこうメッセージ性の強い歌だったなと思って、あと言ってましたけどこれ世界ですか、日本上映だけ、あ、そうなんです、日本版のためにではなくて本当に世界共通、世界フランスでもアメリカでもどこでもこのピッケ・ブランカさんの曲がエンディングで流れるんです。それはすごいですね。すごいですよね。へえ、本当に日本とのコラボレーション、世界へ羽ばたけですね。いや本当にそうですね。そうですね。世界2でしたね。世界、はい、世界に羽ばたけですね、はい、本当に。へ、すごい。あの他にもですね、今回音楽も充実してたと思いまして、はい、あの冒頭のブリトニー・スピアーズの、はい、Oops, I Did It Again ですとか、はい、デイビッド・ボーイ、ヒローズ、他にもいろんな素敵な楽曲があったなと思いました。はい、どうでしたか、楽曲については。いや、私はやっぱりこう、まあ、青春時代って言っちゃったらちょっとおこがましいんですけど、青春って言ったらもっと昔になっちゃうんですけど、やっぱりブリトニー・スピアーズってなると我々でいうところのこう歌姫、もう五本の指に入る歌姫と言っても過言ではないので、そのあたりの楽曲を持ってくるあたりが、いや、 なかなかのこう映画を作ったなかなかのメンバーで映画を作られたんじゃないかなと思って、あとこの皆さんお気づきになられました、このメンバーだったんですよ、オープニングのお化粧されてパフォーマンスしてたのが、あのセーラームーンの、そうです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 。でそこからあの実際の声でも歌ってっていう、もう最初からちょっとびっくりしましたけどね、うん、なんか方向性を一気に失いかけるようなスタートだったんであれ水球じゃねえのかみたいな水球チームっていう頭で見るとえってなって、最初スタートちょっとびっくりしましたよね、あのゲイナイトのショータイムの一幕が流れ始めたみたいなシーンだったんで、まあ、面白かったですけどね、はい、最初からあれが始まるっていうのはインパクトありましたね。インパクトありますね、あれは確かにあれもまああの日本の文化ですよね、セーラームーン。そうですね、すごい寄ってますね日本にね今回嬉しいですね。これが今度世界に上映されるわけですもんね、はい、10月の28が全国ってことですもんね、はい、今回先行ですもんね、金曜日、そうですね、はい、今週金曜日から。いや本当にありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。なので最後にあの改めてメッセージをお願いしたいと思います。はい、はい、あの今回のシャイニーシュリンプスなんですけど、こう前回よりも増してこうパワーアップして、でこの見てワクワクするとかハラハラするっていうことだけじゃなく、やっぱりこう前作同様友達とのこう絆だったりこう愛の形だったりっていうのが前回よりも細かく表現されてると思うんで、これぜひあの多くの方々にもっともっと見てもらいたいと思うので、これぜひね皆さん今日シャイハッシュタグシャイニーシュリンプスつけて、ハッシュタグ伏見ミリオン座をつけて、まあ、気が向いたらハッシュタグアンジェリカもなんかやっていただけたらエゴさしやすいです。はい、ぜひよろしくお願いいたします。長くありがとうございました。ありがとうございました。